津波田町、立川合国小学校は、かつて、石川県河北郡津波田町に存在した、公立小学校。1875年5月1日に開校し、2008年3月23日に、閉校した。新校舎建設費を地域住民の禁止によって、捻出した歴史を持つ。1890年に発布された、教育直後により、 国家が先導して、新民づくりを優先させた。当時は、来期内足の男女7歳にして、席を同じうせずの考えから、小学校も男児と女児とで分けられていたが、男児校と女児校とに校舎を分離できるのは、財政力のある町村地区に限られていた。これは、初等教育にかかる費用がすべて自治体負担であることが原因であり、 財政難に苦しむ町村にとっては大きな負担となっていた。日清戦争や日露戦争を経て国力の発展を受けて教育の質と量も整備され始め、それまで4年間であった初等教育も1907年には6年間に延長され、河井谷村のみならず全国で学校整備は急務であったとされる。河井谷村で 初等教育を整備するには、老朽化した校舎を建て替える必要があった。内閣総理大臣の年俸が1万2000円、小学校本科生教員の月俸が40円から180円の、当時、校舎の建設費は4万5000円弱と見積もられていたが、それだけの予算は、河井谷村にはなく、老朽化した校舎を継続して使用するのにも限界があった。 小学校に通学する児童たちのために、いかにして建設費を捻出するかの会合が1926年に、村役場で行われ、河井谷村自治改良委員会によって、全村民で酒を飲んだつもりで毎日最低5000以上を貯金するという、つもり貯金を実施し、全村民が禁酒を行うという提案が行われる。この禁止提案に至るまで、農業の改良、 金券貯蓄など様々な提案はあったが、いずれもこれまで著しい効果が出なかった経験と、村内における酒の消費量が毎年80国を下回らず、金額にして約9000円という数字により、禁酒を行えば5年間で4万5000円の年出が可能になるというものであった。河井谷村自治改良委員会提言の禁酒令は5年更新で、 小学校建設後も継続して行うもので、津た町子第4編、資料の中に禁酒に関する規約が記載されている。禁酒規約の著者は、当時の村長、発行書は、日本国民禁酒同盟。以下は、河井谷村自治改良会禁酒規約の第1期について、簡単に現代わけで説明する。村内において、種類を販売しない村内において酒。 酒券の贈答をしない村内において、来客相手に酒を振る舞わないこと前後において、家の門に禁酒表札を掲げること1926年4月から行われた全村での禁酒により、村にあった八軒の酒屋は自主廃業した。これら自主廃業した酒屋は後に村から表彰される。目的を共有し達成させるために全村民が、 禁酒を行うという異例の出来事は、全国で、禁酒の村や、教育の村として話題になり、日本国内だけでなく海外メディアも取材に訪れた。その後、北国新聞によって取り上げられてから、日本全国に情報が知れ渡り、帝国唯一の禁酒小学校とまで称されるに至る。教育の村としての精神は現代まで受け継がれ、現代でも教育費を町民で出し合ったり、 禁酒の規約大市場で遵守すべきことであった禁酒表札を今なお掲げ続ける民家も残っている。戦術した禁酒令から15周年にあたる1941年6月に禁酒の村であることを示すため、河板に村の入り口にあたる大会側にかかる樹木をしばしのたもとに禁酒の石踏みが建てられた。後に川合国小学校中庭に移され、現在は 河合に触れ合いセンター前に設置されている。2007年冬、津端町教育委員会は、河合国小学校の閉校を決定した。理由は、児童数の減少により校舎維持経費が確保、できないというもの。これに対し町は、校舎存続を求め署名活動を展開、町民を遥かに上回る、約2000人の署名を集め、町に対して、直接要求を行った。 しかし、これら存続活動の結果は実らず、2008年3月23日の閉行式をもって川合国小学校は閉行となった。閉行となった2007年度時点での児童数は、男児8名、女児5名の計13画名であった。校舎は解体されず現在でも残っており、グラウンド跡地はゲートボール場などで使用されている。 石川県河北郡津た町あざげ一市57番地。ありがとうございます。